何をされてるんですか。伊藤さん、僕さん、はい、何してるんですかじゃないですよね、本当に。はい、取れましたよ。はい、あれ取れました。今、鈴木直哲さんで、はい、取りました。はい、結構うまく取れましたよ。そうですね、はい、結構うまく取れました、はい、で、僕がもっくんさん、ちゃんと取れました、あ、取れましたよ、ちょっと見せてもらっていいですか、動画ないんですよ。はい、はい、赤ボタン押してなかったですよね。はい、押したつもりだったんですが、押せてなかったみたいです。もっくんさん、iPhone じゃないですか。はい、残念ながら Android です。あー、でもそれくらいもしょうがないかもしれないですね。僕もボタンを押して渡さなかったら僕にも非があると思ったんで、これは、はい、もっくんさんの分も僕がちょっと取り出しますわ。皆さん、本当すいませんでした。はい、すいませんでした。はい、もうとりあえず今日もクレーンゲームの動画撮りに来たんですけど、はい、クレーンゲームの動画は何もないので、はい、帰ってこちらの方今からレビューして動画作りたいと思いますね。はい、はい、そして、ね、もう一つね、僕みんな撮ったんですよ、テンスラ。これノアちゃんね、彼女のノアちゃんにプレゼントしようかなと思って撮ったんですけど、もちろんこっちの方もね、もちろんこれは動画にするつもりなかったんで普通に撮りましたよ。そうですね、ノラで撮りました、ノラで。はい、はい、せめてこっち動画にしてよかったなっていう、すげえ後悔してますわ。そうですね、はい、はい、しまったっすね。ポップさん、新年一発目にカメラ持っていただいてるじゃないですか。はい、またね、爆死とかね、そういうイメージがついてしまいますんでそうですね、本当に勘弁してくださいね、もうこういうのはね。はい、はい、もうね、まあしょうがないっす、でもこれは、はい、大野奥さん、やっぱり、ね、設定そんなに難しくなかったですよね。そうですね、はい、さっさっと撮れたんで、僕はさすが9点ぐらいでしたっけ。そうでしたね、はい、それぐらいでした。一応ね、はい、その辺の実況はしとかないとね、ダメなんで、はい、はい、じゃあ皆さん、こっちの方今から家に持ち帰ってレビューの方をしたいと思いますんで、この動画見てくださいね。はい、よろしくお願いいたします。お願いしますじゃないですか。はい、お家の方に戻ってきましたね。今からこちらセガさんのエヴァレーシングルミナスタアイナミレピットウォーク、こちらの方を開封して皆さんと一緒に見ていきたいと思いますね。そしてね、これ僕こうしたものの方から画像が発表になった時に、このアイナミめちゃくちゃ可愛いなと思ってたんですよ。なんでね、これ導入されるのはね、すごい僕も楽しみにしてたんですけども、もう中を見るのももちろん楽しみなんですが、この箱もね、ルビナスタになってからすごく綺麗になったなっていう風に思いますよね。もういかにセガさんがエヴァをね、大事にしてくれてるのかっていうのがね、すごく伝わるなっていう風に僕は思っておりますね。そして今回エヴァレーシングの久々の新規造形のフィギュアとなっておりますんで、造形の方も楽しみにして開封していきたいと思いますね。それでは皆さん、開封行きましょう。さあ、行くぞ。これを開封した時に驚いた部分があるんですけども、この綾波の上半身と下半身が分かれていて中に入ったんですよね。なので自分で組み立てる仕様となってたんですが、まあ、今までの、ね、エヴァレーシングのフィギュアとか、まあ、エヴァのね、このパイロット綾波とかアスカとかですよね、っていうのはそのまま一体化したフィギュアというのが今までほとんどだったんですけども、まあ、今回離れていたというのがちょっとびっくりしたなっていうふうに思いましたね。そしてまず気になるお顔の方に行きたいと思うんですが、こうパッと見るとちょっとね、こうキリッとした綾波っていう感じじゃないですか。そしてこの箱の方の綾波を見るとすごく優しそうな感じの表情に僕は思うんですよね。なんですけど、このフィギュア角度によって顔変わるんですよ。実は下から見ると、ほら見てください、これ綾波がすごくね、優しい表情になるんですよ。まさにこの箱通りの綾波という感じになってて、こう普通にするとキリッとした感じの綾波になるんで、これはね、すごいなっていうふうに思いました。なので角度によっては、この綾波表情が変わるというのがあって、このプライズのフィギュア、すごいなっていうふうに僕は思いましたね。ほら、
すごく可愛くないですか、これ。すごいニコッとした綾波になるんですよね。これはすごいと、本当僕は思いましたね。あとね、この髪の毛に関しては、結構ね、クリアパーツが強めに出てるなっていうふうに思ったんですけど、実物はそうでもないなというふうに思いました。まあ僕はね、この箱のクリアパーツ、久々にこのクリアパーツできたなっていうふうに思ったんで、少し楽しみにしてた分は、ちょっとがっかりはしたんですけども、綺麗なクリアパーツに塗装というふうになってるんで、これはこれでいいかなっていうふうに思いますね。色の方は薄い水色となっていますんで、これはね、すごくね、このタイプの分かれるかなっていうふうに思いました。僕はちなみにこの綾波の薄い水色っていうのが好きなんで、ストライクかなっていうふうに思いましたね。衣装見てくださいよ、これめちゃくちゃ似合ってますね。綾波すごくいいなと思います。そしてこのエヴァレーシングのフィギュア、新規造形久々なんですよね。エヴァレーシングのフィギュアってプライズとこのエヴァレーシングのスポンサーの特典についてきたフィギュアしかないんですよ、実は。なんで市販品もないですし、一番くじもないんですよね。一番くじではエヴァレーシングっていうタイトルのその一番くじはあったんですが、その中にあるフィギュアというのはプラグスーツとかになっていますんで、エヴァレーシングのフィギュアとしては意外にもね、貴重なフィギュアになってくるんですよね。そして僕がいつもフィギュアを見て台座の方を結構重視するんですけども、この台座もめちゃくちゃいいんですよ。アスファルトのこのデコボコ具合ですよね。これをね、しっかりと再現されてて、本物のアスファルトみたいになってるんですよ。これがいいなっていうふうに思いましたね。ブーツのシワとかもしっかり作られてて、すごくね、リアルな感じになってますよね。そしてね、このスカートがピチッとなっているんで、なかなか中の方は覗くのが難しい仕様となっておりますね。もちろん覗けば見えますけども、まあ、このピタッとした感じがいいかなと僕は思ってますね。いや、この綾波めちゃくちゃ可愛いですし、今後アスカ、マリと続いていきますんで、これはぜひとも3体並べて飾りたいなと思いますね。あとさっきも言ったんですが、角度によって表情が変わるとさっきも言ったんですけども、これがね、アスカとマリにも適用されているのかというところがね、すごく気になるなっていうふうに思いました。いや、髪の毛も綺麗ですね。後ろ姿もなかなかいいなと思いますね。いや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 、この綾波めちゃくちゃ可愛いですよ。ほんとお世辞抜きで本当に僕これおすすめできますんで、皆さんもぜひとも、まだゲームセンターの方に導入されてばかりなんで、皆さんもぜひともこれはゲットして飾ってほしいかなっていうふうに思いますね。今までのね、このエヴァレーシングと並べるのもよし、これから出るアスカ、マリとも並べるのもよしだと思いますんで、皆さんもね、伊藤さんこれゲットしましたよ、よかったですよとかね、そういったコメントあれば残してほしいと思います。はい、そんな感じで今回動画を終わせていただきます。神チューブの神の伊藤でした。よろしければグッドボタンと仲良くなるためのおまじないよろしくお願いします。いや可愛いですよね。やっぱこの顔ですよね。綾波めちゃくちゃいい。